株式会社アキンドスシローは、主に、銀味、スシローのブランドで回転寿司をチェーン展開する回転寿司業界の大手企業である。かつては、大阪回転寿司、アキンドのブランドも有していた。持ち株会社の株式会社フードライフカンパニーズが、東証一部に上場している。大阪府水田市に本社を置き、近畿、中部、関東地方を中心に、 店舗展開をしている。全店舗一皿100円の均一価格が特徴の回転寿司チェーンを展開。提供する寿司は江戸前寿司であり、以前は100円、130円、180円の3段の値段設定の店舗や競合店が近くにある一部の店舗では90円、100円、あるいは97円等の105円以下の価格設定の店舗が存在していた。現在は 基本的に一皿100円が標準となっているが、一部の都市型店舗では一皿120円の設定となっている。高級なネタの場合は一皿一貫にすることにより、均一価格を維持している。1990年代後期から健康一番寿司、大阪回転寿司をキャッチコピーとしていたが、現在はこれぞ、寿司ローをキャッチコピーにしている。企業理念は、 うまい寿司を腹いっぱい。うまい寿司で心もいっぱい。である。もともと、清水義夫と弟の豊かがそれぞれに別会社である、株式会社寿司太郎を設立した者が、当時、長谷園の商品、寿司太郎に告示しているとの訴訟を起こされかけ、ならばと、寿司郎に返還。その後現在の称号、株式会社金の寿司郎となっている。かつて並立していた。 アキンドとスシローの店舗名の違いはその名残で、商品や店舗コンセプトなどに大きな違いはなかった。アキンドでの展開は、近畿、中部のみであった。1990年代中頃には、主に、兵庫地区では、スシロー、大阪市北では、スシタロー、大阪市南では、アキンドの店舗名が存在していた。アキンドスシローへ統合後、スシ太郎の店舗は消滅していき、 2009年6月上旬までに全店舗、スシローに統一され、アキンドの名前も消滅し、社名にのみ残される形となった。2007年3月に、清水豊から主要株主3名が株式会社、全商に株式を売却したことから、同社が株式27.22%を保有する、筆頭株主となる。これに対し、2007年8月27日に、 ユニゾンキャピタルグループと株式会社局用の3社で戦略的業務、資本提携を締結。ユニゾンキャピタルグループが設立する2つのファンドに対して第三者割当増資を実施し、前者が9.78%、後者が7.50%の株主となる。2008年9月24日にアトランティックフィッシャリーズ LP が56.5%、 パシフィックフィッシャリーズ LP が43.5%を出資して設立した AS ホールディングス株式会社による株式公開買付の実施を発表。公開買付実施後2009年5月31日に AS ホールディングス株式会社が株式会社金ドスシローを吸収合併した上で株式会社金ドスシローに称号を変更した。 筆頭株主だった全哨は事前の合意に基づいて吸収合併の際に金銭交付を受けることで株主の地位を失った。長らく回転寿司業界の年間の売上の主位はかっぱ寿司が独占していたが徐々に寿司ローも売上を伸ばし2010年度の寿司ローの売上が初の主位を達成した。それを記念し記念感謝セールを開催した。2012年9月 81%の株を保有していたユニゾンキャピタルは全株をエーペルミラアドバイザーズ系列のコンシューマーイクイティインベストマンツリミテッドの参加会社に売却した。2017年3月、持ち株会社の株式会社スシローグローバルホールディングスが東京証券取引所第1部に上場。同年9月には株式会社新名、元気寿司株式会社と 資本業務提携契約を締結した。寿司ローと元気寿司の経営統合に関する競技開始を前提に、コンシューマーエクイティインベストマンツリミテッドが保有している全株式を新名が段階的に取得する。2018年頃よりはマグロ祭りや通常よりネタを大きくしたてんこ盛り祭りなどの期間限定の積極的な反則キャンペーンを展開し、 さらにテレビなどのメディア出演を拡大することで、既存店の高い成長率を確保、2019年上期既存店客数を前年、同期比4.5%増とするなど同業他社を引き離した。2019年6月18日、スシローグローバルホールディングス、新名ホールディングス、元気寿司は経営統合計画について、両社の国内市場における将来的な、 ブランド戦略の違い、海外市場、特にアジア地域における店舗展開方式の違いなどが明確になったとして、経営統合計画の中止と資本、業務提携の解消を発表した。2020年11月、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、拡大するテイクアウト需要に対応するため、テイクアウト専門店を出店し、 デリバリーサービスを強化する方針を発表した。2021年4月1日、株式会社、スシローグローバルホールディングスが株式会社フードライフカンパニーズに称号を変更するとともに、吉野家ホールディングス参加にある京樽を同日付けで買収し、完全子会社化した。店舗リストは外部リンク説の店舗検索を参照のこと。2017年9月に、 島根県に出店し、全都道府県への出店を達成したが、県庁所在地である松江市には未出店である。日本国外では韓国、台湾に展開している。スシローブランドでの店舗以外にも、2015年1月に東京都内3拠点で展開された都市型店舗、つまみ食いや高級寿司店、七階の子といった別ブランドの店舗があったが、 2016年8月までにすべて閉店した。穴子店握りメニューの対象品の種類は60種類ほどで、季節限定、うどんや味噌汁、各種サラダなどのメニューもある。食品安全教育研究所代表の川岸、広和によれば、ライバル店であるカッパ寿司を連想させるため自身の店で出すカッパ巻きをきゅうり巻きと呼んでいるとのこと。 単品管理システムを業界として初めて導入し、鮮度管理とローコスト化をしている。通称、コストカッターというシステムを独自で開発。レーン上の寿司皿の移動距離に基づいて廃棄すべきかどうか判定するものである。また途中で客が取った皿が識別され、売れた数としてカウントされる。それらのデータをもとに寿司を流すパターンを変更する。 曜日時間帯別にパターン化したデータを利用することでコストカットを図ることができる。創業者は寿司職人の出身で商品の品質を重視し、店舗開発、店舗の内装などは業界他社に比べあまり多くの費用をかけていない。そのため他社に比べ店舗内装の統一はされていない。ファミリーレストランやアウトドア用品店の犬器出店もあり、 回転寿司店としては変わった内装の店も存在する。2015年頃から醤油皿を置かなくなっている。寿司ローは農林水産省が公表する外食における原産地表示に関するガイドラインに従い、主要メニューの主な原材料について原産地表示をウェブサイト上で行っている。主な内容は以下の通りである。 2015年7月に誕生したスシローオリジナルのマスコットキャラクター。寿司のネタを抱き抱えている動物たちのキャラクターで、基本寝そべって大好きなネタを体で味わっているという設定。公式ホームページや SNS に登場しており、2016年2月には期間限定で LINE スタンプが無料配信された。スシローでは、 店舗展開していない地域でも CM を流している。現在、日本テレビのヒルナンデスで金曜に CM を放送。2021年3月、台湾で同社のプロモーションが原因で、本名を酒に解明する市民が相次ぐ騒動が起きた。広報資料、プレスリリースなど一時資料フードライフカンパニーズに関するカテゴリー、スシローに関するカテゴリー。ありがとうございます。